半年前にできた背中の日焼けが未だに消えないマッソディビでーす。はい、皆さん、今日はですね、また簡単レシピをやっていきたいと思いまーす。また料理と思っているかもしれませんがね、やっぱりダイエット中でね、食べれるもん限られてるんで、やれることも限られて、さらにね、美味しいものが食べたいということでね、最近料理続いております。はい、ということでね、今日も作っていくんですが、今日はね、マジで簡単で、何を作るのかと言いますと、サーモンのたたき風カルパッチョ。まあ、カルパッチョって言ったらカルパッチョなのかもしれないし、たたきって言えばたたきなのかもしれないですけど、まあ、とりあえず美味しそうです。はい、では実際に作っていきたいと思います。はい、ではね、実際に作っていきたいと思います。まずはですね、こちらオリーブオイルをフライパンの上にね、ドドッと乗せましょう。まあ、結構多めに今ちょっと乗せちゃいましたけど、で、この上にですね、はい、ニンニクですね。ニンニクをこう置いて、まあまたね、このオリーブオイルにニンニクのね、香りとかそういうのをね、うまい具合に乗せましょう。で、このね、ニンニクの真ん中のさ、この芯の部分ですね。このね、取り方がね、僕いまいちわかんなくて、今度ね、ちょっともう少し勉強してやってみたいと思います。はい。で、この間にですね、ででん、こちら今回使うね、これサーモンの柵です。これを塩コショウしておきましょう。サラサラサラっと、うわ、大量にのっけちゃった。まあ全体になんで、裏表にね、こうこういう感じでしっかりね、あの塩コショウしておきましょう。ではね、このニンニクの香りがついたオリーブオイルで、こちらのサーモンの柵を焼いていきます。ほんとね、表面焼くだけでいいんですよ。中まで焼く必要ないんで、いきます。おおー、炙るような感じに近いかもしれないですね、これね。はい。あ、ちょっとさすがにあれだったな。もう少し焼いた方がいいね。うん。で、全部の方向から焼きたいんで、はい。こんな感じ。これで OK でーす。一回これね、油取りましょう。では、このサーモンを切っていきましょう。もう普通にね、まっすぐにこう切っちゃってもいいし、ここら辺はお好みですね。僕の包丁あんまり切れ味が良くないんですけど、切るとほらこんな感じ。もう少し中まで焼いても良かったかなって感じありますね。あ、これもう少しちょっと焼きます。失敗。はい、ということで、もう少し焼いてみました。このぐらいに焼いてみました。そうすると切るとどんな感じになるでしょう。うわ、は、上のさ、この部分取れちゃいますね。もうちょっといい切れ味の包丁を買いたいな。こんな感じ。真ん中は生なんですけど、外側はこうね、鮭っていうかサーモンのいい香りがしますね。これがうまそう。で、サーモンを切ったら、お皿にね、次はサラダを盛り付けていきましょう。こういうね、パックあるじゃないですか。こういう方がね、楽。一人暮らしの僕にとっては楽なんで、まあ綺麗な感じでこうね。はい、先ほどのサーモンをちょっと乗っけていきたいと思います。正直ね、切り方が下手くそというか、切るのが非常に難しかったんで、こう彩りとしては悪いかもしれない。あ、でもまあギリギリセーフかな。うん、さっきのニンニクですね、これを少し割りながら盛り付けます。最後ですね、こちら青ネギのスライスですね、こう上から乗っけて、うん、まあいい色合い。真ん中にもっとゴーンって乗っけちゃおうか。こうやっても美味しいかもしれないね。ちょっと彩りが悪いぞ今回。で、最後にね、ドレッシングを振りかけていきましょう。僕的にはイタリアンドレッシングがね、一番合うと思うんですけど、ちょっとね、健康を考えてね、ポン酢を振りかけていきたいと思います。お醤油でも美味しそうだしね。このサーモンの外が焼けてるけど、中はしっかりジューシーな感じが絶対うまいですよね。これうまいやつです。食べていきましょう。ではいただきます。絶対美味しいよね。だってサーモン生で食べたって美味しいんだもん。いただきます。うん、贅沢だ。美味しいけど、ちょっとポン酢じゃなかったな。イタリアンドレッシングか醤油でよかった。ポン酢の香りが強すぎて、このサーモンのいい具合のジューシー感と香りを少しね、ちょっとかき消しちゃってるから、ポン酢じゃなかったかもしれない。でもうまいな、これ。すげえ贅沢してる気分になる。
ポン酢にしたのがちょっとミスでしたけど、あのこれね、イタリアンドレッシングとか醤油で食べたら絶対うまいはず。ぜひね、皆さんもね、普段ね、お刺身ばっかりで食べてる方はこういう風なね、食べ方もしてみてはいかがでしょうか。やっぱニンニクがね、効いててうまいっすね。はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。